ただたチャだただたチャたたた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 た The love song. Cha 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 はい。とっても前置きが長くなったんですけれども、おはようございます。チューリップリンセスです。皆さん、ミュージックビデオ見ていただけましたでしょうか私のコーディネートやソロ活、そして、えこちらの美食女ご飯をいろいろとまとめました。ミュージックビデオを、あの、時々作って流しています。えで、今回は、またね、すごい選曲なんですけれども、 <laughs> またすごいマニアックな選曲なんですけれどもサルルー,ーの平和ブルースにしししてみままたたガツンといきました、ね、すごいあの久しぶりに聞いたらいやめちゃめちゃいい曲だなと思ってこれも結構だいぶ前の曲なんですけれどもすごくなんか今の情勢とかね時代にあのもう一回聞きたいような、ね、今また聞きたいような曲だなっていう風に 思いましたすごいいいですね。もう歌詞とかがもう突き刺さりました。あ,あともうさっきの「ちゃちゃんちゃんちゃん」っていうのもかっこいいしね今こそ書き鳴らすんだ平和のブルースをそう心から歌うんだ愛の歌ってねもうかっこいいしもうしびれましたね。本当に今みんなまた聴いてほしいなって思ったのでこちらにしました。ね今また信じられないようなことが。 いろいろね、怒ってるのでね、本当に、なんか今こそサルーキーの曲が、本当にね、ドハマりというかね、ハマるなって思いました。ね、すごいメッセージソングだと思うので、聴いてみてくださいって、この時点で2分30秒、<laughs> 失礼いたしました。では、本題の美食所ご飯参りましょう。もう、所島市と並んでおります。私頑張りました、朝から <laughs>。ほうれん草のお味噌汁です。今日はもうなんかお鍋がね、いろいろ、 開いてなくっておうちが、ね、お皿洗いを基本的にしてくれているのであのちょっとシンクにもうお鍋がなんか2つぐらい溜まっておりましてあのちょっと、ね、小さいお鍋しかございませんでしたのであの綺麗なお鍋が小さいのしかなかったのであのそちらでもってあのほうれん草のみのシンプルなお味噌汁にいたしました。 このほうれん草はねなんかあく抜きが不要っていうことでそのあく抜き不要のほうれん草ってどういう仕組みなんだろうっていうちょっと恐ろしさもあるんですけれども、まあ、オイシックスとか大地とかで売ってるのなのでまあわからないけれども大丈夫かなと思いますサラダほうれん草的なのかなそれをお味噌汁にいたしましたそしてこちらのあのー、あれですね煮物煮豆 <laughs> ですね煮豆もこれも無添加のね貴重な 二豆ですね。無添加のこの第一タコイの煮豆とそしてあの同化しちゃってるんですけれども小梅干しが2つほど置いてありますもうちょっとね、あのー、お皿をもう全部違うのにすると並べきれないし大変なのであの同じお皿に入れてしまいましたそしてこちらが母が大好きな、ね、赤玉ねぎのスライスです母が赤玉ねぎのスライスが大好きだったので あのこれやってみましたまたで鰹節をのせて母はこれにお醤油を垂らして食べるのが好きかな、まあ、ポン酢でもいいと思うんですけれどもねうんね美味しそうですね私はどうしようかなポン酢にしようかな <laughs> ね頑張ってこちらもスライスしましたね皆さんスライサーほんと気をつけてくださいねほんと危ないのでねでこちらえー、っとあこれはね第一宅配の漬け魚の貝というのがございましてまあ 結構エりすぐりの漬け魚をあのセットにしてこう定期的にあの届けてくれるというものです。こ,こちらは気仙沼の、えー、ごま味噌醤油漬けのカジキマグロかなメカジキかなです。美味しそうですね。こちらキッチンペーパーを敷いてフライパンで焼きました。私はしっかり焼くのが好きです。はい食べますで <laughs> これが あのホットクックで蒸しました蒸し野菜の設定で蒸した人参、えー、と、えー、キャベツとそして余った赤玉ねぎも蒸してみましたでもあ,のあんまりギリギリでスライサーやると怖いのでねあの本当に皆さんねもうあの母もね忙しくて大変な時にね,多分ね子育てでねもうちょっとねもう話すのが痛いのでね あの言えないのであのもうあんまり無理せずにできるところまでスライサーでやりまして余ったものは蒸しました蒸して赤玉ねぎも蒸してみましたでそして、えー、こちらですねこちらもねなんかねお豆腐のまたねよりすぐりのお豆腐のセットみたいなのがあるんですね第一宅配でこちらなんかね塩豆腐って書いてありました不思議だし塩豆腐 1> 1丁半分ずつ王子といただくんですけれども、王子はねお豆腐が大好きで、まあ、とにかく冷ややっこを食べたがるんですね,あのいっぱいねお豆腐豆腐ないかなみたいな感じでお <laughs> 豆腐をねあの冷蔵庫で探したりもしてて本当なんか毎日食べても飽きないんじゃないかっていうぐらいあのお豆腐冷ややっこが特に好きなんですねなのでこの塩豆腐っていう北海道のお豆100%の塩豆腐を あの半分ずつにしましてさらにその上にあの私アレンジしましたオイシックスのネバネバざんをかけましたそしてその上にオイシックスの鰹節もかけましたこれになんかポン酢とかお醤油でもいいと思うんですけどもかけてなんだろうネバネバざんがけの冷ややっこにしてみました美味しそうスプーンで食べた方がいいかもしれないですね 今日はこんな感じのね。また盛りだくさんのあの朝ごはんですね。朝ごはんっていうか？私はもう朝と昼はほぼほぼ兼用な感じで、あんまりあのこだわってなくって、あのお腹が空いた時にその自分のお腹の状態を見て、あんまりお腹空いてなかったらあの全然こんなに食べないし、あの無理せずにあのしています。で、時間もそのこだわってないですね。もうあの腹時計と申しましょうか？ 自分が食べたい時に食べる感じなのでこれをあの朝昼剣的な感じで食べてまたお腹がちょこっとすいたら何か食べたりとかっていう感じですね。うん、そんな感じの私の食生活なのであんまりこう朝昼夜ってあのカチカチカチって決まってる感じではないです。でも今美食女ご飯をやってるので結構この朝昼の朝ごはんが一番こうなんか。 すごいいななんでっていうのかなしっかりこう食べるかもしれないしまあお日それ以降はねあの適当にこう無理のない範囲であのおなかすいたら出かけ先でおなかすいたら外食することもあるしあのまあおうちにいたらまた何か食べたりしたりとかねまあいろいろです本当にその時によって結構お食事の時間がバラバラかもしれないし。 普通に4時とかも普通に4時くらいの中途半端な時に外食しちゃったりとかもね、よくあります。はい。では、今からこちらをね、あの、いただきまして、あの、また今日ね、一日始めようと思います。昨日はゆっくりさせていただきましたので、まあ、今日は出かけられたらいいかなと思います。王子もなんか今起きてきてね、あの、大丈夫そうだったので、また2人で、あのね、疲れを癒すような、 あの気分転換になるデートでもできたらいいかなっていうふうに思います。それでは皆様、いつも本当に温かい、ね、ご声援、温かいコメントお、お言葉、本当にありがとうございます。いろいろとねあの、あるんですけれども、あのうんまあ、マイペースに負けずに <laughs>、気にせずにいろいろ頑張ろうと思います。皆さんがね、ついでいてくださるので安心しています。 それではまたジューリック伝説でした。幅ナイスでいい皆様も素敵なホリデーをお過ごしください。